アマンプリートシンは、インドのプロレスラー。パンジャーブ州、フィーローズプル出身。2011年12月に、ティエネがインドに設立したリングカ・キングに参加。初代リングカ・キングヘビー級王座を決めるトーナメントに、出場し、初戦でドクター・ニコラス・ディンスモアを破るも準決勝で、スコット・スタイナーに敗れてしまっている。2012年4月21日の収録にて、 サーマグナス・ブルータスを破り、ヘビー級王座を体感して三代目王者に輝くも、これがリングかキング最後の収録となり、最後の王者になってしまった。2014年9月下旬に、ティエネが初のインド人、プロレスラーとしてシエラと契約したことを発表。11月12日のインパクトレスリングにて、マニックがレボリューションのリーダーである。 ジェームス・ストームに紹介するために登場するが、その時は追い払われてしまっている。2015年1月7日にリングネームを荒野に変更するとともに、ジェームス・ストームのレボリューションに加入することが発表。1月23日放送のインパクトレスリングで、タイガー・ウーの相手にリングデビューを果たし、スカイハイで勝利を挙げている。2018年2月、WWE に入団。 本名名義であるアマンプリートシンをリングネームにして参加団体の NXT で活動。9月19日 WWE から解雇される。2019年4月より再びインパクトレスリングに所属。ありがとうございます。